はい、皆さん、こんにちは。わたつ。今日はですね、2017年6月の7日、15時19分です。今から、ヒーリングを受けたいと思います。よろしくお願いします。OK。はいはい。よいしょ。大丈夫ですか。うん。ステゴロっていう大会があるんですけど、そこに出るために、勝てるように、体を調整してくれるそうです。生主の解放ちゃんにやってもらいます。よろしくお願いします。解放です。今、定員になってるところです。熱っ。バンとか気をつけてよ、服脱ぐと。ああ、脱げないよ。へし冷房入れれば。熱い、どこだ、うん、温度なんか半袖だから別に平気でしょ。自動ってなんだこれ。今日何度ぐらいがいいの。とりあえず18度にして。18度、一気に冷やす感じ。一気に冷やして、じゃあ15度にしちゃうよ。15、18度いいの。じゃあ間とて17。17ね、よいしょ。はい、姉ちゃんは脱つ。上から撮った方がいいのかな。こっちから撮った方がいいか。こっちの方がいいのかな。ごめん。試行錯誤だ。こっちの方がいいか、うん、この方が綺麗に見える。どれ。この方が全体映るよ。あ、美しい、ね、でも私のケツしか映んないんだよ。そしたら俺がこっち側を、こっち側を頭にするから。はいはいはい、なるほど、うん。そしたら布団剥いじゃっていい。いいよ。下置いちゃう、うん、でそこにワンと置いちゃえばいいじゃん。雑だな。音は問題ない。え、音量問題ない。みんな スリッパ？うん。いや、俺一回風呂入る。体汗臭いから。うん、オッケー。はいはい、ラグってもないよ。で、問題ない、オッケー。何、精神病院に入院すんの？うん、うん、一応ちょっと休息を取った方がいいから、うん、今の状態はいいんだけど、うん、お母さんが介護に行っちゃうから、うん、この間は心配だからって、うん、いや早く出るよ全然、うん、一緒に入らないよ、うん、介抱には誤解しないでください。介抱には元彼がいるんだよ。なんでそういう風にエロい方、エロい方にリスナーさん持ってこうすんの。彼女には大好きな元彼がいるんだよ。やめて、本当に。エッチなことは一切ないです。ちょっと男子？ちょっと男子？あんまりエッチな発言控えて。解放には元彼いるから。失礼だよ。うん。解放怒ってるから。うん。そう。よし。飲み物もらっていい？どうぞ。いただきます。はい。あと、シャワー水に入るわけでしょ？いや、お湯入るけど。あ、てかお湯に入るわけでしょ？そしたら、これ、ちょっと、キュート、キレートレモンもらっていい？いいよ。はいはい。それ、角一だから。え？角一で買ってきたから。角一って何？だから、和道さんの分と私の分、一個ずつで買ってきたから、うん。あ、角一個ずつって。そうです。専門用語言われたものは。あ、そっか。うん。見て見て、一応。
ストーン持ってきた。パワーストーン。パワーストーンもすごいよ。ほら本格的だよ。ほら、ここで説明してあげて、ちょっと。パワーストーン、わかりますか？カメラここだから見せてあげないと。何？やっぱヒーラーは、その、儀式的な、その、パワース、いや、喋って。あ、パワーストーンっていうか、これは妹からもらったエジプトの、スフィンクスの、あ、マスクとか。うん。エジプトのスフィンクスのお土産で、うん、なんか白いの出てきてて、あの、ね、清純、なんだろう、潔白？潔白ね。いいよ、触って。触んな。うん。おー、すごいパワー。持ってて。いや、やだ。持ってる。いや、飲むんだって。わかった。うん。あと、これ、うん、うん。卵みたいな。パワーストーン。エッグストーン。エッグストーン。エッグストーン、白と、うん、まあ、黄色っぽいのあるんだけど、うん、今日喋れないんじゃなかった？喉だから、膝リズムせいでしょ、声。いや、今なった、今普通に喋ってたじゃん。あ、ほんと？うん、うん、ほら。大丈夫、治った、治った。落ち着けば大丈夫なんだ。うん、治った、治った。エッグストーンって言うんだけど、うん、まあ、これに気持ちを込めると、うん、それが叶う。なるほど。で、うん、私がパワー入れるやつ、うん、マドさんが握って、うん、自分のパワー入れるやつをしばらく持っててもらって、うん、あの、ちょっと膝に置いてもいいよ、別に、うん、だからとりあえずポッキーに入れてでも持っててもらって、うん、持ってればいいの、はい、で、うん、マッサージ終わった後に交換をしてそれ渡すから。え、マッサージ受けてる間、俺これ持ってないといけないの？いや、近くに置いてればいい。あ、じゃあ近くに置いといて、ベッドに。あ、わかった、うん、お願い。どっちが好き？好きな方、形と色、感覚。こっち。こっち、OK。うん、はい。こっち飾るわ。うん。こっちポッキー入れるわ。うん。ああ、どうもどうも。いや、挨拶嬉しいよ。ロムセンさんはね、誰が来てくれてるか知りたいから、ワド2だけ。あと、落ちるねーと。そう、ワド2だけ欲しい。はい、KP。今日マニキュアやってらんなくね？時間あるから大丈夫じゃん。大丈夫かな？変わっかな？うん。あ、じゃあ、解放の宣伝しといてよ。今までこういうのやってきた。俺がまだ見たことないのに宣伝って言われたの、なんだこれ。なんだこれ。え、これ、だから知らない男の人だよ。だからモデルをいいのこれスカウトして。映していいの？大丈夫。大丈夫。だから役者をスカウトして、交渉して、写真撮らせてもらって、その写真のデータは宣材に使ってって、宣伝材料に好きに使っていいから、ノーギャラで、ご飯代と交通費を持つから、で、固定やってたの、3回。それ。俺、初めて知る情報だから、紹介してって言われても、見せるだけでいい。フォトグラファーの活動ですね。はい。これ普通に写真撮ってるだけじゃないのこれ。いや、いろいろ構造を考えて。ハードロックカフェ、六本木。六本木。え、だってさ、これ普通に。みんな役者さん。構図、構図考えてないでしょこの写真。全然普通の写真でしょこれ。考えてるよ。これ考えてないでしょこれ全然。物思いにつけるっていうところ。マジで。俺みたいな凡人には普通の写真にしか見えない。次見てればわかる。あ、これはうまいね。これはすごいかっこいい。うん、だからね。渋谷です。これは結構センスあるね。シェルチャンピンさんに似てるね。うん。うん、まあ、うまいわ。うまいわ。さっきのはクソ素人感でしたけど、まあうまいわ、ほら。ね。普通にうまいわ、こういう。いいカメラだ。これ、イケメンばっかりだね。だってイケメン好きなの、私。イケメン好き。あ、女の人もいるんだ。うん。これ誰？友達。友達。美人でしょ。美人だね。うん、それで、日比谷でゲリラで撮った。日比谷シャンゼで、許可取らずにゲリラで撮った、うん。この写真味があって好きだな。この写真いいね。どれ？これ。おばあちゃん今年で99歳になるの。ねえ、おばあちゃんいいかもしれない。
ああ、ちゃんとパンフレットになってるんだ、さっき撮ったやつは、うん。ああ、それ見せてあげて。ね、パンフレット、さっきの写真、パンフレットになってる。あと、イラストだ、これ。うん。フォトグラファーでもあり、イラストレーターでもあり、なんだっけ、トータルビューティー家？トータルビューティー家。トータルビューティー家でもあると。もう、リリー・フランキーです。女版リリー・フランキー。なるほど。あれ？ありがとう。ベビーオイルあった。うん。これ映してじゃん。え？これ。自分映ってるよほら自分で。うん、あこれがいいのかな。うん、顔映った方がいいんじゃん自分の。いやタバコ吸おう。あなんか喋ってて繋いで。いや俺の放送だから繋いでって言われたの。ちょっとしばらく黙ってるから飲んでるじゃん。いいよ別に。なんで俺の放送仕切るんだよ。俺のマッサージだから。うん。マジ。やっぱ15度にしちゃおうかな。15度にしちゃう？うん、もう体全然違くなるの？解放。もう全然生まれ変わる感じ。ピリピリしてるとこあるでしょ。ピリピリ？背中とかでピリピリ、疲れてピリピリしてるところ。いや、ないけど。ヒリヒリピリピリ。ない。感覚として何？痛いの？ズーンと痛いとか。重い。重い。軽くなる。軽くなる。うん、重さは軽くなる、うん。だから逆になる。逆になる。マイナスの方向が。うん。あ、ピリピリしてきたわ。マジ、うん、ピリピリが、うん、今左手だからね、うん、はいはい、あタバコ吸いて私タバコ左手あいいよいいよいいよ、うん、カクカク見れてる？電波ない？いや電波あるはずだけどカクカクじゃないよねみんなどう？見れてるよね。大丈夫だよね。今日のメイクはどんなところを意識してるの？トータルビューティーかとしよう。癒し？ああ。グリーンで癒し。そうそう、あれだもんね。バリ風だもんね。バリ風。バリを意識してる。まあ、太鼓式はね、自分受けたんだけど、うん、ネットで調べてもやっぱり、変なとこグギってやったらやばいっしょ。そうだね。今大会前だから、うん、反り返るやつがあるのね、うん、だけど、うん、大会前でグキってやっちゃったらやばいから、うん、やめよう。オリジナルの私のオリジナルでいく。もう全然いいよ、うん、電波不安定だな。確かに電波不安定だな。ちょっとなにそれ。あークッション。うん、オッケーオッケー。今かくったね、ちょっとね。今安定してるでしょ。かくるの分かるんだ。うん。あ、ここに数字が出んの、パソコンの場合。今出てる、今大丈夫でしょ。あれ？口紅は和道の赤。うん、ああ。花は優勝の、うん、花束の花。なるほど。成果。うん。全部意味がある、うん、なんか電波おかしいな。なんだろう、部屋かな、うん、お化けじゃないよね。絵は語ってないからお化けじゃない。大丈夫？治った？たまになるね、うん、あんまりひどかったら言って。いや俺はもうこの勝負捨て頃にかけてるから、捨て頃で勝ちに行くためにちょっと、専門の担当、言ってえよ、お前。片手っから。うん。やめろって、そういうの。うん。専門の、専属の、トータルビューティー呼んだから。
コメント見えないけど、なんかみんな変な気持ちになってるの。コメント見えないの？目悪いの？あ、メガネは。俺見えてるよ。見えてるの、うん、え、伊達目？いや、伊達じゃないよ。この距離だったら見えるよ、かろうじて。あ、本当に、もう私見えない、うん、なんで見え、目悪いの？近視と乱視が混ざってる。あ、そうなんだ、メガネかけないの？映画見るときとメイクとか、うん、あ、いや、それ今メガネつけなくていいの、コメント読めないよ。あ、そっか、うん。タイムラグがすごい、うん、いや痛いよ、突然叩くの。そんくらい左に力がある、うん、いやそれ関係ないでしょ。捨て頃出たいんだよね来年。弁当太郎さんに言えばいいじゃん。お願いすれば出してくれる？いや、有名にならないと無理だよ、配信で。あ、そっか。うん。一週間でダメか。だから、いや、粘土の問題じゃなくて、リスナーさんが多くないとダメ。そう。だから、まあ、1年後だから、次開催されるの。1年後までに有名になればいいんだよ。有名になれるかな？うん。風船ありがとう、アイテムありがとう、うん、なんか長いと読みにくい、海保さんに、うん、でね、電話番号海保さんに教えた行為は着信困っていたよ。海保さんは和道さんのファンなの。和道ギャルズです。で、荒野は弟みたいな、あ、息子で、私入院するから捨て頃行けないの。だからね、もう電話しない。だから安心して。のんちゃんにマッサージしてもらえばいいのに。一応プロなんでごめんなさい。今日はプロに任せてください。ね、そこに解放が立つと電波が遮断されるから座ってないとダメかもしれない。読めねえな、そうすると。解放がそこに立った時だけ電波が悪くなる。マジ？うん。荒野捕まった？え？荒野捕まったの？知らない。フルフルさんは死ぬほど楽しみなのにもう見れなくなっちゃうので絶対に動画残すか YouTube。 え、どういうこと、姉ちゃん、どういうこと、何が見れないの？この放送、この放送が見れないってこと？くるくる、うん、解放がね、多分そこに立つと、多分この辺にいるとね、うん、電波安定するから、うん、なんかあんだそういう向きが。いや、多分遮断しちゃってるんだと思う。あるある、そういうの。うん、この放送、いや、見れる見れる、大丈夫だよ、大丈夫。解放がここに座ると電波が遮断されるだけだから、大丈夫大丈夫、見てて。生放送楽しもう。動画とかでないよ、うん、間違った、アドの持ってきちゃった。生放送が一番面白いからね、みんな。いや、だって今座ってなくなったら大丈夫でしょ。だから解放がパワーが強すぎるから電波を遮断しちゃうの。パワーがあるから。解放が別のところに座ると、あるんだよ、パワーを持ってるから。そう、パワーがあるからね。心霊みたいじゃん、嫌じゃん。いや、あるある、よくあるんだよ。心霊みたいじゃん、私。配信者はね、結構電波何が原因かつき、ああ。電波何が原因かね、すぐわかる。うん。お化け怖いのに、私がお化けじゃん。うん。じゃあ風呂入るわ。うん、いってらっしゃい。はい、そのまま繋いでおいた方がいいの？いいよ、そのままなんか準備しててもいいし、うん、普通に。準備はもう済んだ。あとはだから、匂いとか後でどれがいいって言って、はいはい、こつ、画面の前で。腹出てんな。いや、めちゃめちゃ引っ込んだんだ。チョコレート腹筋になれよ。え？チョコレート腹筋になれよ。板チョコ。板チョコ腹筋。俺ちょいちょいディスられるんだ。板チョコ腹筋になってから捨て頃出ろよ。だから3ヶ月しかなかったんだっつも。あ、そっか、うん、そっか、本当にそうなんだ、うん、振りじゃないんだ。振りじゃない。
電波大丈夫かな。あ、解放本当うざいわって言われたけど、今日は頼まれたんだよ。頼まれたんだよ。ワドに頼まれたんだよ。頼まれてプロとしてタダでやってあげるの。彼女じゃない。リスナー、リスナー。配信者、解放。デーブ、狙って注文うるせえな。そうだよ、ババアだよ。42で来月43になるババアだよ。ワードちゃんの隣にさ、なんかね、やめなさいっていうか、カメラに映れって言われたの。カメラに映るのに隣に行けって言われたの。おはようございまーす。おはようございまーす。おはようございまーす。解放、逮捕じゃない、解放。今日は和道に頼まれたんだから、解放悪くない。そうなの、頼まれてんの。別にやらせてくださいって言ったわけじゃなくて、マッサージしてって言われてるの。私ね、ハンドパワーがあって、癒し、ヒーリングパワーがあるの。チークね、あのね、写真撮るときって、雑誌とかもそうなんだけど、ちょっと濃いめにすんだよね。そうすると、フラッシュとかストロボとかに反映してちょうど良くなるから、このカメラだと違うのかもね。ワドツー、似てる、SK に似てる、SK さんがわかんない。音声聞こえない？嵐もないのにか、あ、力あるから。私パワーあるから。くるくる？彼氏がいるんだから考えなさい、やってることはクソだよ。だから頼まれたんだっつーの本人に。画像止まってる？今ちゃんとしたビジネスホテルです。アパのね、目の前の名前は忘れたけど、ちゃんとしたビジネスホテルです。そう、プロとしてマッサージするだけ、癒しの能力があるから、ヒーリングパワーがあるから。あ、ちょっと待って、こんだけ揃えてきた。この中から好きなもん選んでもらう。本格的だよ。今日の和道の気分と体調に合わせて、1,2,3,4,5,6,7種類。クリームとか、ジェルとか、オイルとか用意した。で、猫、100均。枕カバー。一泊じゃなくてね、6時間ね、6000円ぐらい。7000円いかなかった。明日からそう、病院なの、みっちゃん。入院2週間疲れすぎだって。ウォーキング1時間に5時間もするやつダメだって。ワドンに顔面傷頼む、やめろっつーの。だからエロじゃないっつーの。ヒーリングマッサージ。カイホさん、ちょっとね、カイホさん今日熱があって、38度なんですよ。微熱？だけど手があったかくなるからちょうどいい。
あ、平熱36度いかないんだけど、今日熱があるからちょうどいい、あったかくて、からあの手がちょうどあったかくていい。太りすぎすいません。マツコデラックスです。どうも、マツコデラックスです。よろしくお願いします。もうエプロンもして、準備万端。いや、かまってちゃんじゃなくて頼まれたんだって。ヒーリングで痩せる。自分にヒーリングはできない。散歩してるのに、グラマー。E から F あります。E から F あります。体重の上限で変わります。右手に書いてる、ドンキーコングじゃない、おことか、さっきまで声が出なかったの。さ、普通の女の子ならパソコンいじらないな。ワドさん今シャワー浴びてる。汗くせえからシャワー浴びるって言って。タオル取ってくんだよ。はい。もうねえのかな？ 2 枚？いや、バスタブ。あ、これも？あ、大丈夫、大丈夫。すみません。はい。で、できればパンツ履かないでこれ着てほしいの。パンツは履かないの？オッケーオッケー。うん、その方が肉に直接行くでしょ。あ、はいはい、オッケーオッケー。これ履いて、これ着て。はいはい。シップ、あ、ここにあったんだ、ステッカー。これで白地獄にします。これで白地獄。シップで最後に白地獄にします。ステッカー、ステッカーあったわ。よかったな。湿布の中に入ってた。マジで？うん、あの時慌ててたからなくしたと思ってたらあった。びっくり。涼しい。あ、やっぱ15度にして正解だったね。オッケーオッケー、うん、ドライヤーあんのかな。ドライヤー、あ、これだ、うん、どう、うん、ありがとう。あ、向こうでやる。ここやる、うん、お、
これカメラの角度変えた？あ、さっきね、これにした。あ、ごめんね、いじっちゃって。うん、いい。端から端まで。匂い、端から端までこれ全部？あ、これこれ。この中から匂いがあるの？うん。匂い。で今日の感覚でこれがいいっていう。見せてあげて入れ物も。うん。それでジェリー状、アルコールで飛ぶ。あとはクリーム4本。これなんか匂いがしないまず。これがダメ。ダメ。全く匂いがない。NG。うん。あ、くさ。これダメ。うん、鼻悪いかな、わかんねえ。ベビーオイルはいっか。あ、くさくさくさ。これベビーコ、ベビーオイルじゃなくて、ベビーオッケー、ベビーオイルでいいよ、全然。いや、じゃあ両方使うわ。はい、うん。じゃあこれとこれドアップにしてあげて。これとこれ、はい、これとこれを使うそうです。あとね、スリッパ脱いでね、靴下履いてほしいんだ。靴下、はいはい。靴下持ってきてないよ、俺。持ってきてるよ。ありがとう。これ履くのね。うん。はい、ベンチはあると思うんだけど。すごいね、あの着替えまで用意してるんだ。もちろん。全部。さすがトータルビューティーか。それ何？ブイーンってやつ。お、すげえすげえすげえ。バイブだ。え、でもこれいいよ。反対反対。いや、これいいよ。何これ。なんで？これ足ブルブルしてる。これ、ね、踏んでいいの？踏んでもいいよ。うん、壊れない程度。あ、壊れるわ、これ。いい、いらない。これ、効かない。うん、大丈夫。そんなら靴下脱いでいいよ。うん、あ、いい。楽ちんな。いいよ、いいよ。うん。で、あとはコメントが俺が読めるようにすればいいから、この辺に置いて、この辺に置いて、あ、寝てる時につければいいんだ、これ。どうしたか、この辺かな。で、俺はこういう体勢になればいいのか。うん、これでいいか。これ OK、 みんな、カメラの角度これで OK、 これ完璧じゃない。こうしたらさ、リスナーさんもわかるでしょ。じゃあこれクッション。これをこうすると。こうか。
これで OK? あー、冷たい冷たい冷たい、な、なに?ちょっと、いきなりやめてよ。なにこれ?冷たいんだけど。あ、いい匂い。足の疲れを取るやつ、うん。いや、なんか言おうよ。なんか、今からかけるねーとかさ、いきなり。加えたまごでやっちゃったから。うん。いきなりやめてよ。びっくりするから。あ、ごめん。うん。ちなみにこれは、わかるかな?私、アユーラってとこはお気に入りなんだけど、うん、見えてるかな?いや、向こうだからカメラ。あ、そっか。うん。アユーラってとこはお気に入りなんだけど、ね。アユーラアロマレックミスト。かっこ。うん。足用化粧水。なんだけど、すっきりするやつ。じゃあもう一回いくね。うん。かけすぎじゃない?ちょっと。膝とか行く?いや、いいよ、いい、大丈夫、大丈夫。いや、かけすぎ、びっちゃびちゃだけど。うん、いいよ、アルコールびっちゃびちゃだけど、ね、テッカテカのびっちゃびちゃだけど、これかけすぎでしょ?アルコール飛ぶから大丈夫。うん。びっちゃびちゃだけど、俺の足。かけすぎでしょ、どこまででも。びっちゃびちゃだよ。うん。伸ばす、伸ばす。うん。よいしょ。タバコ大丈夫なの?ね、あ、消して。消す。どの体勢がいいのかな?なんか自分の家のサロンじゃないからよくわかんねえ。よいしょ。重い重い。重い重い。それは重いさ。ユリアンレトリーバーとか渡辺直美に並みにあるんだから。うん。これで馴染んだでしょ?ベトベトのビチョビチョじゃないでしょ?うん、大丈夫。何?何分いくらとかでやってるの?普段は。普段。ボディは親とか友達にしかやってないよ。ただでやってる。ただでやってるな。だいたい何分コースの?そうだね。自分も疲れちゃうから、60分から90分の間だね。まあまあ、でも話、タバコ吸ったりとかしてやってると、うん、2、3時間平気で経っちゃう。うん。ベトベトだけど、大丈夫。これ、潤いにもなるから。いや、なんか、パッサパサっつうか、べっちゃべちゃだけど、なんか。今感覚、うん、後で大丈夫だと思うんだけど、いや、もうなんかパリッパリになってるけど大丈夫、パリッパリ、あ、じゃあゼリー、あ、まあ大丈夫か、大丈夫だ、うん、大丈夫大丈夫、うん、じゃあオイルかけます、はい、え、直接行くの、ごめんごめん、うん、殺虫剤じゃないんだから、うん、痛い痛い、あ、え、ここ痛いの、それ体重、あ、すいません、うん、靴下脱いで、はいはい、よし、どう、うん、普通、うん、うん、体勢だな、体勢全然いつも通りっていうか普段通りやっていいよ、全然、私のうちのソファー、ソファーベッドなんだよね、うん、だからまたホテルとは違うっていうか、ああ、まあまあまあ勝手がね、そうそうそう、違うよね、まあ、それはしょうがないよね、うん、うん、で、リンパこっちに流して、うん、あ、オイルオイル、うん、足豆できてるね、まあまあまあしょうがない、ボクシングだから、足の裏がやっぱガッサガサだ、うん、くるくる、足首は、もう全身筋肉痛、全身か、うん、特にっていうのは腕、足、まず足、足裏、うん、足裏、足裏が特にひどいのと足、うん、肩、肩ね、うん、あと首、うん、ああ、まあまあ、腕はそうでもないかな、なんでボクシングなのに、うん、あ、だんだん掴めてきた、掴めてきた、掴めてきた、うん、来てるとこがわかる、うん、
あ、電波悪いな。やっぱ私の方なのかな、なんちゃって。痛い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 。ごめん、痛いところは。痛い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 。痛いところは凝ってるとこだから、ちょっと優しくやんないじゃん。うん。ここは痛くない。痛い。ここは痛い。痛い。特に痛い。痛い。わかった。うん。力加減。うん、そうだね、ゆっくり。あの、徐々に。うん。これの方が大丈夫？うん。あ、いや、まあまあ、徐々にね、いきなりグッてやられると。あ、さっきみたいにパーンって私が叩く。そうそうそう。あれ、うん、ね、私の癖なんだよね。うん、もう、やだーとか言ってパーンってやっちゃう。うん、あんな力はやんないけど。うん。足裏の場合は私が後ろ向けばいいんだ。そうだ、こうすればいいんだ。よし。なるほど。だって私の顔なんかみんな見たくないじゃん。いやいや、そういうことだよ。なんかかまってちゃんとか言われたから、私が頼まれたんだよって、うん、私がやらせてくださいっていうか、うん、まあ、初めはそう言ってたけど、うん、まあ頼まれたのも近いんだよって、うんうん、うん、足裏か、ここでしょ。そう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 、豆のとこでしょ。豆できてる、そこ豆できてるよ。ここ に、 ここに、ま、豆ができてて、そうはいはいはい、土踏まずね。うん、わかりやすいとこだけどね。うん、あー、お乳の服が油まみれに。うん、まあいいや、うん、記念として。うん、痛くはない。痛くはない、大丈夫。凝ってるのが効いてる感じ。いや、効いてない感じだね。効いてない、まだ強くていい。 もっと強くていい、全然。もっと強くていい、全然。全然力加減分かってないじゃん。マジで、うん、いや、手当てるだけで違うんだけどな。うん、体勢は体勢だから、ね、いや、体勢好きにしていいよ、全然。やりやすい形でいいよ、全然。アナルはやめて。アナルじゃないよ。じゃあアナルに指入ったから、足の。嘘、うん、本当、うん、この方がいい。いや、まあ、いや、大丈夫、全然、あれでやりやすくしていいよ。乗っかるでも何でも。いや、いいよ、全然。死ぬって。あ、死ぬか。捨て子の前に死ぬって。うん。便所太郎さんじゃなくて、うん、なんだっけ、太った人。便所太郎さん。便所太郎さんより重いかもしれないし、わかんないけど。うん。捨て子の前に骨折っちゃう。うん。痛い。あ、大丈夫。爪が痛い。あー、爪、うん、これだけは譲れないんだよね。爪は切れない。うん。ああ、やっぱな、うん。そうだから、うん、私がメイクさんとしても、うん、マッサージ師としても中途半端なのは、うん、爪は捨てられないし、うん、マッサージも捨てられないから。うん。あ、爪はね、あの、うん、痛い。そうだね。うん、爪が当たらない方法、うん。あ、よし、ヘラ使おう。ヘラ持ってきたと思うんだけど、よく持ってきたかな、うん、ヘラヘラねえヘラねえヘラヘラヘラ、あー、どこだっけ。すっごいいっぱい持ってきたから今日、うん、何がどこにあるのかわかんない、うん、あ、わかった、うん、ねえヘラヘラヘラ。これ音は聞こえてんの、リスナーさん。声は大丈夫。ああ、いい、ああ、いい。見て、これ、専用のやつ。なに、どんなやつ。これ気持ちいい。ね、ああ、これすごい。あゆら、あゆら。ちょっと、めちゃめちゃ汚い。ごめん。引っ張り出してきた。これめちゃめちゃいいんだけど、めちゃめちゃ汚いんだけど。っ洗ってこようか。洗った方がいいね、これ。洗ってくるわ。めちゃめちゃ汚いから。あれだね、うん、清潔だね。いや、あの、うん。衛生面だよね。いや、もう。
聞こえてる？大丈夫かな？なんかあれだな、便所太郎さんの太鼓式みたいなイメージだったんだけどな。あれなんでこうなるんだろうな。あれなんかあれ便所太郎さんの太鼓式みたいなイメージだったのにな。なんか全然違くねえか。あとでさ、アメニティグッズ全部もらってかさらってていい？ダメだよ。え、だって使ってないじゃん私。まあ、タオルとかじゃなきゃいいんじゃん。クッシュとかさ、その、捨てるやつだったら。もちろんもちろん、捨てるやつ。え、これ、強く、大丈夫だよね。終わった後には、すごいパワーが出てくるんだよね、俺。捨て頃で勝てる。オッケー、わかった。当たり前だよ。うん、オッケー。勝たせんだから、勝たせるためにやってんだから。うん。痛いの我慢してみ。オッケー、わかった、我慢する。痛い我慢してみ。オッケー、我慢してる。我慢してる。痛い。プロも使う用具だから、痛いのは、うん、オッケー、うん、プロだからね。そう。痛っ。こっちは？まあ、それは大丈夫だね。大丈夫だけど、こっちは聞いてない。まあ、大丈夫。あ、じゃあ滑らせるわ。うん。で、ちょっと痛くしていい？痛い、ここでしょうじゃなくて、痛くするのが目的じゃなくて、治るんだったら任せるから、プロなんでしょ？うん。うん。じゃあ強すぎずね。うん。ほぐしていこう。いや、まあまあ、だから、俺が、テルチャンピンに勝てるマッサージをして。テルチャンピンさん、この前だってバックレられたんだよ、鳩小屋で。いや、知らないよ、それは。あ、そっか。俺関係ないもん。だからほら、人と会わないとその人がどんなパワーを持ってるか分かんないから。うん。いや、分かんないからって、だってテルジャンビに勝てるマッサージをするって約束できたんじゃん、今日。うん。うん。だから画面上でこういう人なんだな、みたいな。ああ。オラオラ系の、ああ。喧嘩強そうな、人に、ああ。ヘラってるはどうか。ヘラってるって言っちゃいけないか。なんだろう。だって喧嘩とかしてこなかったでしょ、小中高。いや、喧嘩嫌いだもん俺。そうだよね、平和な方を選ぶよね。うん。いじめられたことある？うん、あるけど。私もあるよ。そういう時にさ、相手にさ、切れてさ、パンチとかしなかった？いや、しない。え、やられたまんま？うん。マジか。うん。私も陰で泣いてた。目の前で泣くと負けた気持ちになるから、うん、陰で泣いてた。あ、そうなんだ。うん。だから、みなみちゃんみたいに、達也、かずやを亡くしたみなみちゃんみたいに、うん。押し入れの布団に顔突っ込んで、どんな感じ？だから、わーって泣いちゃうから、声響いちゃって、どうしたのって、おかんが心配しちゃうじゃん、弟が、おかんが。うん。だから、うん。カズヤが死んだ時のみなみちゃんみたいに、え、そのみなみちゃんちょっとやってみて。え、だからカズヤとみなみちゃん全部、ほら劇団員でしょ、もともと劇団員じゃない、演劇部。うん、ちょっとやってみようよ。マッサージしながらって難しい。じゃあマッサージ中断していいよ、一回。俺カズヤやるから。あ、結構疲れんな。じゃあ俺、うん、じゃあ俺カズヤやればいい、タツヤやればいい。俺じゃあ死んでるカズヤやるから、タツヤとミナミやって、一人で。はい。タツヤとミナミ、はい。え、タツヤとミナミ。俺カズヤ役やるから、死んでるの。うん。でタッちゃんとミナミ一人でやって。オッケー。おい、見ろよ。ミナミ見ろよ。綺麗な顔してるだろ。こいつこれで死んでるんだぜ。みなみ、なんか言う。みなみ、みなみは言葉もなくして手に口を当てて涙をこらえてて、
でも流れる涙は抑えられないけど、うん、何も言葉が出ない、うん、はい、OK はい、はい、OK はい、カーッはい、カーッはい、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 すごいな、すごいな、はい、行こう、はい、カーッ、うん、よし、うん、これリスナーさんに伝わったから。あ、本当に？うん。あ、ボディーローション、ベビーオイルが、ベビーベビー、ワドちゃんベビー、ベビーベビー。あ、痛くなくなってきたでしょ。うん。これ取れてきてる証拠だよ。あ、そう。もうバンバンやろうじゃ。うん。それも私今左手使って、私両利きなの。あ、そうなんだ。うん。うん、一応病気は悪いから、箸、うん、と鉛筆は右に直されて、それ以外左。うん。切るのも投げるのも縫うのも左。うん。ほら、コリが取れてきた証拠だよ。さっきいてていてて って大騒ぎしてたじゃん。うん。ほら、取れてきた取れてきた。うん。あ、ドレさんっていい人なの？あれはね、もう本当に悪いやつだよ、あれは。嘘。もう最低な、もうね、俺今まで会った中で一番悪いやつだと思う、本当に。もう超、とんでもない悪人だよ、あれ。マジで？じゃあ私の噂をしてるところにたまたま見に行っちゃって、うん、初めて、うん。あれはもうとんでもない、とんでもない悪だよ、あれは。何？なんかさ、うん、何？わざとさ、なんかもう一人神会の子がいるんでしょ？神会の子？なんかな、さやかじゃなくて、なんとかと解放は仲直りした方が、なんかよくわかんないことを言ってて、うん、いや私そんなあ、初めましてって言って、うん、初めまして解放ですって言ったら、ご、お、本人登場とか言ってなっちゃって、うん、で、私好きな人がいるんで、そういうんじゃなくて、うん、ただの和道ギャルズですって言って、うん、書いて、分かってもらえたんだか分かってもらえないんだかわかんない。うん、ああ、ずいぶんこれ取れてきた、うん。さっきこの力でやってい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 てたの。あ、そうなの。ヒー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 言ってたの。うん。ああ、取れてきてるわ。やっぱさすが、器具は違うな。うん。それもちゃんと洗ってきたから、スポンジで。うん。綺麗だ、清潔だから。うん。あと、ここは。ででで、何やってん？いや、ここも。いや、横はいいから。いや、そこ、コリとかじゃない。骨、いや、いいから、骨だから。うん。なの、うん、じゃあ、そうって。いや、いや、やめて。やめて、その、それ。うん、なんか、その、フェザータッチやめて。フェザータッチ？うん。フェザータッチ？うん。羽のタッチ？うん。お願いタッチ、タッチ、ここにタッチ。あなたから。声が出ない。あ、フェザータッチだと感じちゃうのか。そう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 。そっちか。やめろっつってんの。殴るぞ。やめろ本当に。ちょっといたずらしてみたね、うん。次やったら殺すから。わかった、うん。殺してみろじゃん。殺人事件だ。うん、殺人事件、うん。こっちは別にフェザーじゃなくていいんでしょ。いや、普通でいい、普通でいい。いいでしょ、うん、内側だね、とにかく、ね、うんうん。いやー、ずいぶんとこり取れてきた。うん、全然違う、うん、反応も違うもんだって、うんうん、全然痛くない。いや、痛くない。マックス力入れてるよ。あ、そうか。マックスっていうか、だけど、うん、さっきのバーンってやった、うん、肩振った手の、うんうん、いやもう悔しいからもっと力入れよう。いや、あの、うん、うん、痛い？いや、痛くない。何？いや、痛がらせるのが目的ではないから。違う違う、だから痛くないか、うん、ほら、うん、悪いから、うん、やっぱ豆んとこだね、うん、豆できるまで頑張ったの偉いじゃん、うん。本当に3ヶ月なの？あれってさ、実は昔から練習しといて、うん、急になんか素人がやることになりました、へへへみたいな、そういう裏があるんじゃないの？ないよ。本気なんだ、本当なんだ。うん、本当にじゃあ3ヶ月で私、うん、
放送見たのも最近だから、前のワンダさんのこと全然知らないのね。うん。じゃ今より何キロ太ってたの？いや、違う。もと、あ、花火ありがとう。あの、もともと、俺、運動神経ゼロで、運動すらしたことない男だったのよ。マジか？そう。で、体重を増やしたの。増え。帰宅部だった？帰宅部。中学は？だから帰宅部。小学校何クラブ？小学校何だったかな？私、漫画クラブだったよ、3年間。小学校何だったの？俺。覚えてないけど、多分帰宅部だと思うよ。なんかバスケットボール部。あ、帰宅部だった、帰宅部だった。小学校に帰宅部ってあんの？うん。うん。知ら、初めて聞いたんですけど。強制じゃないの、成田は。いや、なかったよ。帰宅部だったよ。なんかみんな入ってたけど。うん。帰宅部か。うん。あ、じゃあ待って、うん、こっちの足はとりあえず足裏はこれでオッケーだ。あれして、うん、マリに電話するわ。マリに、マリ、あの今日親友と夜会うんですよ、うん、だから、あ、みんな心配しないで、私これから用があって親友に会うの夜、うん、終わり次第、うん、だからなんかエロいこと考えてる人はこのまま配信切ってなんか変なことになるんじゃないかとか想像しない、ある、ありえねえから、ありえねえから、マジで、うん、そういうの書いてる人いいんでしょ。いや、今はいないよ。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、よかった。油、スマホが油だらけになっちゃう。うん、手洗ってくれば。そうだね。うん、私やつれたおばさんみたいになってる。なんで？髪の毛振り乱してマッサージしてたから。あ、髪弱っこ、ね、うん、メガネいらねえや。メガネいらない？大丈夫、オッケーオッケー。もうコメント見る暇なんかねえし、うん、そうだね。ちょっとじゃあ一服して休憩しよっか。うん、いいよ、全然ね。うん、やつれたおばさんだよ、ほんとに。ただの、あ、じゃあお花、お花、お花、お花。じゃあお花にもパワーをもらおう。やっぱね、うん、増加と成果は違うよね。うんうんうん、やっぱ、うん、生花、バキだって、うんうん。生花と成果の方、うんと、うん、最近技術も進んでるから、うん、造花も綺麗なので本物に、うん、だって今日のやつ和道勘違いしてたもんね。え、何が？造花だと思ってたでしょ。造花だと思ってた。100均だと思ってたでしょ、うん、そんな100均のお花をつけない、さすがに、うん、だから生の力、うん、生の力って変だな、うん、やっぱ生命力だよね。うん、よし、生命力大事だね。うん、よし。オイル塗った？いや、髪がぐしゃぐしゃだから求めるのに。いや、ちょっと待って、携帯電話触るのにオイルベトベトだから。アルコールで飛ぶやつ、ベビーオイルじゃないよ。大丈夫、携帯ベタベタになんないのそれ。この匂いのやつ。もういい、大丈夫大丈夫。うん。あ、すごいいい匂い。うん。これいいね。あ、これいい匂い。これ私の香水、うん、使ってるやつ普段。うん。アユーラ。うん。そうだ、彼がブーブー、うん、さっきも電話来たの、シャワー浴びてる時に元彼から。うん。
だから携帯が何度もチャコがうるさいから電源切ってた、うんうん、1日10回ぐらい電話くんだよ。うん、多い時はね、うん、で来ない時は来なくて1週間ぐらい来なくて、うん、で留守電が 10件満タンとか、うん、ま、村がある。うん、そうだよね。そうだよね、なんかコンスタントの仕事じゃないからね。うん、花火ありがとう。でも器用だね、ワドさんね。うん、何が何が器用の。いや、マッサージされながら、うん、スマホ見ながら花火ありがとうって言いながら、うん、だから頭の回転がいいんだね。いや、そんなことないや。でも大卒じゃないんでしょ。俺中卒だよ。え、高校行ってたの。高校は行かなかった。あ、まあ行ったんだけど途中でやめたね。私も短大途中でやめちゃった。あ、そうなんだ。私美大行きたいって言ったら親に反対されちゃって、うん、女の子はね、どうせね、お嫁に行くんだから4年間も勉強して年食っちゃうより、うん、あ、もしもし、あれあれ、テトリスになっちゃった。ミュールパイセン、どうしよう、テトリスの画面になったのはなんでなんだろう。ミュールパイセン、ミュートにした方がいい。わかんない、知らない。いや、放送見てるでしょ、知ってるから大丈夫でしょ、別に。そっか、うん、かけ直す。うん、え、あ、わかった、私はイヤホンしてないんだ。うん、もしもし、聞こえてる。今ね、イヤホンしてるの忘れてぶら下げてた。ぶら下げてた。うん、うん、うん、あー、はいはいはい、あ、そうだっけ、あ、そっか、あ、字枠じゃないからバンになっちゃうってこと。え、何が。あ、そっか、じゃあ胸大きいねって言われて、あ、ごめんなさい、すいませんでした。あ、そうなの、あら、いけない、どうしよう、謝った方がいいかな、画面に。いい、余計なことしないでって言って。あ、和道さんが今放送中だから余計なこと言わないでって。今放送中だから余計なこと言わないでって言ってます。うん、ごめん、っていうか私がごめんなさい、私がごめんなさい。うん、そう、字幕とも区別がつかなくってついやってしまいました。本当すいません。私がバンになるのはいいんだけど、ワドさんにバンになられたら。いや、多分ふわっちは俺バンにならないで、解放がバンになる。あ、私バンになってもしょうがないよ、バンも勉強の時期。今その話やめてくんない。はい、じゃあ、うん、ごめん、なんか切る、なんかワドさんがちょっとイラついてるから、うん、切るね、ごめんね、本当ごめんなさい。うん、はい、ありがとうございます。パイセンだった。うん、いや、ワドちゃんがシャワー浴びてるときに、うん、クリームの説明したりとかして、うん、お姉さん何カップあるのって言うから、うん、E から F だよって言って胸を、うん、こうやって谷間ちょっと見えちゃったの。それがまずかったらしい。まあ、バンになる。だから、うん、和道がバンになる。いや、いいから、そういう話。ああ、じゃあ、マリに電話かけよう。うん。なんかちょっと分かってきた。余計な説明はいらないのか。おぉ、LINE が22件ってなんだよ。探すのに大変な。あー、いっぱい来てる。メンバー。うん。22件ってなんだよ。
マリ寝てっかな。もしマリ、もし今ね、ふわっちでね、アマチュアボクサーさんのヒーリングやってるとこやってるよ。放送してるよ。うん、放送してて、で、マッサージはな、時間ね、どんくらいかかるかわかんないんだ。だからマッサージ終わり次第、アポホテルの前のホテルにいるから、あ、行っちゃいけない。とにかく、待ち合わせ、この前待ち合わせした場所の近くにいるから、今、あれ聞こえる？新宿いる。もう来てる来てる。もう新宿、寸族。寸族にいる、寸族に。うん、もう。何？風林会館はわかんねえんだ。風林会館わかんないから、ドンキ前にしてほしいんだな。うん。それか、マリと会ったゴジラの前。マリと会ったゴジラの前がいいな。遠い。通り道じゃない？うん。食案通りがわかんないんだよ。食案、あ、マリ、あ、この前お買い物したところ？たどり、私迷子気質だからたどり着けるかな。じゃあ、あそこじゃない、駅前じゃないドンキありますかって道の人に聞けばいい？ドンキ新宿店何？ドンキ新宿店、新宿店ありますかって。うん。うん、マリンチの近くのドンキに行けばいいってことだよね、要するに。わかった。ググって。出る？重い。重い。あ、待って、腰。ドンキ新宿店。ドンキ新宿店ね。そしたらじゃあ調べてみる。で、じゃあマッサージ終わり次第調べてみる。あ、これもトレーニング、トレーニング。便所太郎さんに乗っかられたと思う。今ね、マッサージ中なの。マッサージ中で、ちょっとね、何時が終わるかわかんないから、終わり次第、電話して、新宿店向かうから。はい、今日かい。いや、もういい、もういい、くぅ、重い。うん、じゃあ、後でね。やめろ、もう。やめて。私も疲れてんだよ。ねえ、やめて。私も疲れてんだよ。よいしょ。やっぱね、ワゴの疲れがね、私に来てる。私が疲れもらっちゃってる今、うん、だからだこんな疲れるの、うん、で白い玉さっきは渡したっけ。いや飾ってる、うん、どこに。知らない、自分で飾ってたでしょ。私、うん、そう危ない。あ、そうだ、ここに、うん、女のほら子宮の近くエプロンの内側に、うんうん、玉入れてて。あ、そうなんだ。そう、うん、子宮が一番やっぱりあれだから、うん、で、ここに飾ってるから、うん、よいしょ。で、もうちょっとずる。こっち、はいはいはい、はい、よいしょ、よいしょ。もう40過ぎると膝がさ、うん、やりやすい。うん。あ、よかったよかった。あ、もしよかったらフォローお願いします。
フォローよろしくお願いします。当日券があるよ、キー。当日券ある。じゃあさ、写真とかからさ、イメージして捉えてくれる人だと思ってたから、うん、だからいっぱい件数送っちゃったんだよ。うん、写真で何かを感じてくれる、うん、くれれる人だと思ってたから、うん、だから件数多くなっちゃったの。うん、ごめんね。うん、悪気はなかったんだ。うん、わかるわかる、大丈夫だよ。うん、あ、この花の、うん、いや、朝並べばいいんじゃないかな。当日券は会場の入り口に当日券で並べばいいんじゃない。出待ちすればいいんだと思うよ。うん、こっちの方が、急に叩くのやめよ。うん、こっちの方が豆、うん、こっちは豆ない、うんうんうん、なぜだろう。多分体重かけるよ、シフトウェイあれでしょ、体重、うん、まあ体重かけるところが違うんでしょ。あ、シフトって私、うん、バイトのシフトとかかと思って、うん、あ、うん、あー、うん、こっちはここだ、うん、だから違うんでしょ。へー、うん、左右対称じゃないんだ。うん、うん、痛い？うん、大丈夫大丈夫。うん、爪が痛い。うん、まあ大丈夫だよ。爪が痛ければ、うん、さっきの器具にする。うん、どっちがいい？いや、まあ任せるよ。どっちがいいっていうか、まあほら、あ、こっちかな。うん、これいいでしょ。うん、痛い？いや、痛くない。あ、じゃあこっちだよ。ん？こっちに重心が来てんだよ。うん、こっちが蹴る足？両方とも蹴るよ。両方蹴るの？うんうんうん、言って。ああ、大丈夫大丈夫。よいしょ。痛て。あ、どこ？うん、違う違う、そういう痛さじゃない。あの、骨に引っかかって痛い。骨に引っかかる。あの、うん、ごめんね。うん、悪気はない。あ、違う違う、あの、うん、悪気はないんだ、うんうん、どこの骨？違う、あの、それ親指の母子球の骨だから、そこ、いや、フェザータッチやめて。あの、うん、土踏まつを、痛いって言いながら、うん、フェザータッチって言われると、うん、よくわかんない、うん、両足揃えちゃっていいよ、うん、はい、やりづらいんだ、両足揃えると。あ、本当に、うん、じゃあ楽にしてて、うん、うん、うん、これだね、うん、これだ、これだ、ここだ、わ、うんうん、かったわかった、理解した。もうちょい、あと、かかとの方っていうのかな、上。かかとの方。うん、うん、そうそうそう。はい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 、はい。いや、うん。もっと？いや、あの、いや、ね。うん、そうだね、そう。こうね。うん。はいはい。うん。うん。向きでやり方が全然変わるな。うん、今私腹筋プルプルしてるから私も運動になってるわ。うん、うん、うん、でもね、太ってこのままの体型でいろっていう男もいるし、うん、痩せろって男もいるの。元彼は、うん、痩せてほしくって、ベストが今日もシャワー中にかかってきて、うん、マユミのベストは計算式で言うと 48.56666666 と言ってて、はあ、
あ、前のね、昔の体重ねって、うん、で私が元に戻ればいいんでしょって、うん、でもあのエステ30万の人は今の私がいいんだって、うん、なんだけど私がエステ痩せたい痩せたい言ってるから、うん、エステに30万で入手するよって言ってくれてる。あ、だから男の好みってそんなに違うんだね。あ、まあ、魅惑のマシュマロボディだから、うん、ミシュランって言われたけど、うん、ミシュランかい、トトロの登場人物に出てきそう、うん、あと顔はね、細木和子って言われた、うん、窓さんの枠で、うん、髪の結構に湧いてる時、うん、だからね、自分の枠で、深夜枠でドン小西からのメガネで変装にハットかぶってドン小西からの細木和子やったら閲覧200超えた。1週間で閲覧200だったらすごい？まあまあ、まあすごいと思うよ。本当？うん。あとね、私全然そんなつもりないのに、うん、和道さんのことを利用してるとか思われてる。うん。あと、まあ、荒野とか全部埼玉じゃん。なんか私、地元っていうか、うん、近くにいるから、うん、会いに行ってるだけ。あと、まあ、暇な時間があったから会いに行ってるだけなのに。頭痛がしてきた。え？あ、足の裏いっぱいツボあるから、うん、後で頭もやって、あ、先頭やろっか。すっげえ頭痛い。わかった。うん。頭やる。じゃあ、正座して。正座するか、足、ポンって、伸ばしちゃって。ごめんね。多分足つぼ刺激しすぎたんだ。うん。よいしょ。急に、こんなにやってもらったことないでしょ、足裏。いや。ある？ある。そしたら今度カメラに向かって、うん、向こう、うん、向こうに向かって足ポンって投げ伸ばして座ったらダメなのここに。あ、いいね、こういう感じが。オッケーオッケーオッケー。うおーおーおー、あ、ごめんごめん、うん、クッションが痛い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 、ゆっくり、うん、あ、両肩きてんね、うん、乳酸たまるとこが、うんうん、あ、これこれこれ、うん、いや、それそれそれね、ここだよね、うん、で頭が痛いんだよね、うん、首と肩と頭がピキピキいってる、ピキピキ、うん、おー、うん、今目つぶってパワー入れてる。目つぶればいいの俺は。ああ、両方、私も、ああ、まあ好きにしていいよ。はい、いていていて、我慢して、うん、我慢、ちょっと我慢して、うんうん、脊髄ちょっと気をつけて、ね、脊髄ちょっと気をつけて、ね、脊髄は、うん、がどこにあるか分かんない、骨、首の骨気をつけて、うん、とにかく骨に気をつけるの、ね、うんうん、力あるから、私ちっちゃい頃からおかんの肩やってるからさ、うんうん、力が入ってる、力は全然いいんだけど、あの、うん、脊髄はちょっと、うん、脊髄、うん、待って、脊髄指さして、いや、脊髄真ん中の骨よ、ここ、あ、ここは真ん中、うん、気をつけよう、うん、あ、じゃあ私がずればいいんだ、うんうんうん、これでいい、うん、脊髄当たってない？当たってない、大丈夫、うん、別にパワーを落とさなくていいよ、うん、
痛いです。痛いです。うん。脊髄やってる？脊髄は大丈夫。ただ痛いだけ。いいです。いや、髪の毛引っ張られて痛い。ああ、ごめんなさい。うん。タオルかけてんだけどな。うん。本当だったら、うん。ちょっと私が足伸ばす。うん。おお、痛い、痛い、背中痛い、あとね、さっきカーテンが揺れてるって出た、ワドちゃんがシャワー浴びてる時、まあ、私のパワーなんじゃん、あ、おかんとね、マッサージっこするとき、この体勢、あ、メガネ外して、マッサージっこ、マッサージっこ、ずどう、首も伸びる、まだ行くよ、うん、まだ行くの、うんうん、頭痛が取れるまで行くよ、うんうん、くそー、もっと力があれば、うん、こういう時自分が性別男だったらって思うんだよね、うん、何笑ってるの？コメントが見えないなと思って。あ、見ていいよ。うん、じゃあ、メガネかけてできるかわかんないけど、うん。まあまあ、家やってみようか。はぁ、ちょっと待って。うん、ちょっと5分休憩。5分、うん、?5 分休憩。だから、その間コメントとか、なんかやってて好きに、うん。ちょっと5分休憩。ちょっとタイマーというか、時計見て5分休憩。うん、ああ、やっぱ、和道さんの。疲れを受けちゃってるな、私。あれ、電波切れる。なんだろう。そんな電波すごいな。いや、電波全然悪いね。マジで？なんだろう、これ。やっぱ私、パワーあんのかなとか、調子こいちゃって。調子乗っちゃって。ユリアンレトリーバー。リラックスするから、うん、手首にね、うん、こうやって やるでしょ、こうやってやってって、うん、女の子をするつけ方、はい、で、うん、首筋やると、うん、まあ、女性の香水のつけ方なんだけど、うん、男性もそうかな、うん、で、1個いい匂いついてたやつ、うん、で、首筋つけて、その匂いでもリラックスできるから、うん、タバコ吸おう、うん、うあれだから借りようかな、電話あんのかな、いや、ここにある、ハイザラ1個でしょ、うん、いや、1個でいいよ、1個でいいか、うん、電波ないな、いや、あと、あんまり、うん、さっき見える回線に、うん、あんまり隣の和道にくっつかないでって言われたから、うん、隣に座るとあんまり良くないのかなと思って、うん、配線いい人だよ、うん、超いい人、うん、これ足投げ出してる時にこれやればいいんだ、ん、片手でできるから、何でも緑でしょ、ほら、うん、リラックスできるグッズだから、うん、これ後で背中やって、私も3分だけ、え、俺がやんの、最後の最後にね、悪いもんもらっちゃってるから、え、何悪いもんって、和道の疲れた悪い
器をもらっちゃってるから、機械で背中を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってやってくれればいい。そんだけ。うん。あ、これ、ブルブルの機械です。聞くでしょ。そこツボじゃない。あ、違う、うん、女で言うとブラ線のところが一番届かないから、うん、この辺とか気持ちよくない？うん、まあ、うん、普通？うん、まあまあまあ。肩がやっぱ、うん、いや肩めっちゃ痛い今、うん、いやそこ骨、うん、骨、うん、うん、でも左手でやってるからパワーは出てると思うよ、機械だけど、うんうん、で、脊椎はやめよう、剥げないように、うん、頭を怒ってる感じ、特にね、うんうん、何笑ってんの？いや、うん、いや面白コメント、いや、あ、うん、なんかあったら言って。おう。ん？あ、大丈夫。ずるいな。おう。私はコメント読めないからって。おう。一人で笑ってるのに。すげえな。ん？いや、すごいなと思ったよ。解放すごいわ。タバコ吸いながらやってんだよ、私。いやいや、別にいいけど、うん、全然。よいしょ。あ、脊椎の場所がわかんないね。これ本当に勝てるの？テレチャンピンに。勝てるさ。それ信じたからあってんでしょ。いや、まあ、何言ってんの？絶対私のマッサージ受けたら勝てるっていう。うん、勝てる気がする、気がするじゃなくて勝てるっつってんの。ごめん、それはあなたの気合次第。俺の気合次第の？それだよ、だから私のマッサージ受けた人が負けるんだったらお前の力不足。え、話違くない？違くないよ。え、ちょっと待って、俺次第の？俺の最後の最後はそうじゃん。メールでもらったのは、うん、私のマッサージを受けたら絶対ちょっと何何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 いや、じゃあじゃあ、LINE の話だと、うん、和道さんを勝たせたい。私は癒す力がある。そうそうそう、うん、で、私のマッサージを受けたら勝てるっていう話だったじゃん。うん、私はプロだっていう、その癒しの。うん、そう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 。うん、え？でも、それで、うん、マッサージ受けたのに和道が減らってたら、うん、ダメじゃん。うん、うん。意味わかる？わかんない。わかんない？うん。なんで？頭いいのにわかんないの？うん。なんで頭いいのにわかんないの？頭いいはずなのに。素敵で紳士的な。え、結局は俺次第ってこと？最後の最後は自分でしょ、何でも決めるのは。何でも、何？お母さん子？いや、ま、うん、うん。ママに言われないと決めらんない人？いやいや、そういうことじゃなくて、うん。何？俺次第の？最後の最後はね。最後の最後。最後の最後は。え、じゃあなんでメールで私のマッサージを受けたら絶対勝てるって言ったの？絶対勝てるから。うん。ああ、意味伝わんないかな。うん。絶対勝てるような体に癒して仕上げるけど、うん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 、そこでもし、うん、パンチしなかったら、パンチしないでぼーっと立ってたら、いや、パンチはするけど、負けるの当たり前じゃん。うん。うんうん、
だからそこは私キックキック、うん、ね、あとさ、そのブルブルなぞってるだけじゃない体を。あ、じゃあやるわ。うん、やろう。うん、タバコ吸ったし。うん、そうだね。よし、うん、おお、本格的なの来た。よし、よし、痛い。だから叩くなっつってるじゃん。ごめん、ごめんなさい。チって言わない。よいしょ。こっちも頑張ってるから、チって言わない。いや、人を急に叩くのやめた方がいいよ。わかった。うん。頭痛いの治ってきた。いや、余計痛くなってきた。うん、頭刺激しない方がいい。肩、首肩にしよう。うん。これは OK。うん。脊髄は OK。大丈夫。うんうんうん。あと、もっと右とか左とか言って。うんとね、あの、うん、親指と人差し指出して。はい。あの、ツボって、うん、脊椎あるでしょ、うん、で、そこの横に筋肉があって、ここで、うん、ここに筋肉の筋が走ってて、うん、で、ここを垂直にこうゆっくり揉み込んで、それはね、親指がね、爪なんだよ。爪の痛さに我慢できる。爪痛いって、爪長いって。じゃあ、こうか。うん、うん。いや、まずね、あの、マッサージする爪ではない。爪切ろっか。私の爪切る。あ、いいよ、いいよ、いいよ。じゃ、大丈夫。爪切らなくて。いいよ、いいよ、いいよ。爪切らなくていいよ。いいよ、いいよ。解放。持ってんだ。何を？爪切る。いいよ、せっかく綺麗にしたんだから。いい、大丈夫、大丈夫。じゃあ、マシンでやろう。なんか、あるんでしょ？秘密道具がいっぱい。あ、さっきの。うん。ててて。マシン。ててててん、ヘラー、めヘラー、よいしょ、そっか、これ使えばどこでもいいんだ、こういうこと、違う、こういうこと、痛い、ってことは聞いてるってこと、うん、うん、あ、俺、めっちゃいいこと考えたんだけど、何？マッサージ屋さんが近くにあるんだよ。うん。それ、解放、お金出してくんない？いいよ。うん、それだよ。それ？それじゃん。それじゃんって。うん。ねえ。何？プロのマッサージ屋さんいっぱいあるから、うん。と、あれだよ、支援してよ。いいよ。おお。いいの？いいよ。おお、それじゃん。そうしない？あ、そしたら私も疲れてきたから。じゃあ一緒にね。あ、ペア。ペアでさ、横に並んで。ああ、いいね。いいね、いいね、いいね。そうすっか、うん、私も、ね。俺の分も支援してくれんの？もちろんね。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。当たり前だよ。いいじゃん。てかさ、ホテルが安かったからさ。うん、ねえ、そうしよう、そうしよう。パパより安かった。そうだ、そうだ。じゃあ、最後し、あの、締め仕上げね、仕上げをね。そっか、余計頭痛くさせちゃったんだったら悪かった、ごめん。おお、いい、全然全然。いやー、ねえ、その手があったね。すごい。それはリスナーさんが教えてくれたの？いや、今、ちょっと考えたんだけど、爪ほら、ねえ、せっかくのネイルで美容だから、そしたらマッサージね、そしたらほら、リスナーさんは期待してるわけだから、俺の体が、そのほら、なんつうの？捨て頃でどうなるのかみたいな。はい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 。だけど、ねえ、爪があったら癒せないわけじゃん。確かにな。ね？だけど、こうマッサージ屋さんに行ったら、うん、治るじゃん。治るよ。治るー！俺だよ。やったー！で、解放も爪が綺麗なままだし。やったー！そうしよう、うん、ねえ。逆転の発想だね。おー、すごい。すごい、ねえ。マッサージ屋は詳しいの？場所。いや、なんかあるでしょ、その辺に新宿だったら。なんか。数千円で。うん。よく、ほら、芸能人がさ、八角カップルシートでなんちゃらみたいな。え？いや、なんか、あ、テレビ見ないからわかんないんだ。うん。いや、だから、お忍びで。うん。カップルシート？なんか、カップルシートって、だから、カーテンに仕切られてて、うん。二人入れるみたいな部屋。
が何なの？リラクゼーションマッサージ屋さん。何それ、そんなのあるの？あるあるある、うん、新宿にあるかわかんないけどあるでしょ。うん、そこに行くの？うん。え、どういうこと？え、どういうことって、うん、うん、うん、リラクゼ、うん、あ、リラクゼーションは私がやったからマッサージっていうか整体やればいいのかな。整体だね、うん、そっか、カップルシート、整える体と書いて整体だね、うん、うん、うん、そうだね。カップルシートっていうのがあるんだ、知らない、全然。そう、うん、あと、ここの裏、うん、いや、そこをやりたいんだよ、そう、そ、ちょ、ちょ、分けやめて。あ、違う違う違う、こうしたいの、うん、こうしたいの、わかるわかる、そうやろう。いや、だからそこを直したいのよ、俺は今日。はいはい、うん、これ両手？いや、全然ツボに入ってない。あれ、うん、やっぱ爪だわ、爪だよ、爪だよ、爪だわ、うん、この爪だわ、うん、うん、でもこれは切れないんだ、ごめんね、うん、いや、いいよいいよ、切らなくていいよ、うん、反対側やって、うん、だからもうプロに任せよ、ここはお金払って、うん、金で解決しよう、うん、あ、ちょっとゴロンとしていい？いいよいいよ、うん、時間あるしね。ケンタがさ、そう、6時間ケンタ、ケンタって誰？あ、ケンタ元カレ。あ、元カレね、うん、ケンタに添い寝断られたから、ちょっとソフレの演技だけして、さっきの達也とみなみちゃんじゃないけど、どういうこと、どういうこと？だからケンタにソフレってなんだっけ、添い寝フレンド、添い寝フレンド、うん、のふりをして演技で、あ、演技をすればいいの？そう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 、うん、演技で私が隣行っていい、あ、劇団ね、劇団ね、そうそう、劇団解放、劇団解放をすればいいの？そうそう、ねえ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 、前みたいに隣行っていいって言って、やだよとか言って、うん、暑いじゃん今日みたいな、うん、でも暑いけど風入ってきてる、ちょっと解放、今日何しに来たの？今日目的はマッサージ、癒し、え、いや、ただ叩くのはやめよ、あ、うん、俺、あのすごい嫌だから、びっくりするから、あの障害で、あ、アスペ、アスペと ADHD 持ってるから、 ADHD 持ってるの？持ってるから、それすごい嫌なの、ね、反射で手が出るから、申し訳ない、うん、じゃあ、うん、DV したことある？いや、ないけど、あ、うん、あ、出そうになるってことね、うん、それを大きい声とか出しちゃうから、うん、あ、そっかそっか、うん、嫌な思いするから、お互い、あ、だからのんちゃんに怒鳴ったりとかしたんだ、うん、のんちゃんに怒鳴ってないけど、いや、怒鳴ってたよ、うん、あとね、うん、そしたら背中は整体に任せて、うん、私の得意なのは肘下なわけよ、うん、肘下、肘下、肘下マッサージなわけよ、一番得意。なんで蹴られたの俺今？あ、ごめん、これローキック、ハイキック、今の、あ、まあ、いや、あ、ごめんなさい、うん、今タバコ吸ってるけど、うん、ここからこの、うん、いや、プロにやってもらおう、うん、いや、だからそれがプロなんだって、私一番ここの直すプロの、うん、解放は、そう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 、じゃあまあ、ハンド、ハンド、はい、したらここを直すプロだったんだ、最初からここやればよかったのに、でも足辛いって言ったじゃん、うん、ちょっと痛い。それはね、うん、我慢して。うん、まあ、これの証拠だから。うん、目つぶって今やってる。うん。探ってる。うん、探ってんだ。ちゃんと見た方がいいと思うよ。いや、違う。感覚でわかるから大丈夫。うん、いや、痛いんだけど。痛いのは、さっき取れたじゃん。痛い。足の裏。うん。それと同じ。うん。いつもより長めにやっております。うん。だんだん痛くなくなるよ。うん。痛いのは凝ってる証拠だから、うん、我慢してね、うん、まだ痛い、うん、だって明らかに骨潰してるもん、骨を潰す向きなんだよね、そこが骨だから、向きなんだよね、向き、私の方に向いて、じゃあ向きだったんだ、そっかそっか、うん、向きが悪かったね、こう、イエスイエスイエス、はい、もうちょい私に90度に前で、私は座ればいいんだ、うん、あ、よしよしよし、こっちも混ぜよう、うん、
あ、いい、いい、混ぜなくていいよ。いや、混ぜた方がいい。ワンプッシュ。うん。と、ツープッシュ。なんで、はぁはぁ言ってんの？疲れた。ちょっとね。おう。びっちょびちょ。びっちょびちょに。だからびっちょびちょだけど大丈夫これ。大丈夫大丈夫。そのうち馴染むから。ちょっと待って。びっちゃびちゃだけど大丈夫かな。アルコールで飛ぶから大丈夫。大丈夫これ。アルコールとびちゃびちゃだけど、アルコールとオイルで乳化するから、うん、そういうもんなの。こういうもんなの。俺が思ってる 5,6 倍びっちゃびちゃだけど。だってそうじゃないと滑りよくなんないじゃん。あ、そっか。わあ、ごめん、プロに口出して。そうだよ、うん、まあほら、あ、そういう意見もあるんだって私のためになるけど。いや、びっくりした。初めて、いや、オイルマッサージとかやったことないから、うん、乳化、ううほら、白くなってきたでしょ。これは乳化してる証拠。いや、なってないけど。ほら、ちょっと、あ、こっちから見て。うん、いや、全然透明。うん。ほら、いや、これ、俺の腕毛だわ。あれ、うん、腕毛か、うん。さっきよか痛くないでしょ。ほんま。ツボ優先じゃなくて、なんだっけかな。流す。よいしょ。指の先にもツボあるからね。うん、疲れた。いやいやいや、あ、ヘラ、メンヘラ。いや、いい、ヘラはいいよ、いい、大丈夫。もういい。フォローよろしくお願いします。何やってんの。座り、膝が痛い。あ、膝が痛い。あ、でもこれだと力入んないな。そうだね。クッション椅子に座る。あ、そっか、うん、どうぞ。はい、ベッタベタなんだけど。おお、まあこんだけ塗ればベッタベタだよ。ベッタベタのぬるぬるなんだけど、うん、腹減ったな。あとで飯食おうよ。おお、そうだね。マックでいい。マックじゃタバコ吸えないね。おお、よいしょ。ああ、やりやすい。うん、そうそう、あとへらってる。いや、もうマッサージ行かない。こうなったら、うん、ヘラヘラはいいよ、うん、ただこのヘラの威力をね。いやいやいや、聞かない聞かない。いや、いい、もういいよ、うん、もうマッサージ行こう。うん、じゃあ、うん、反対の手も。いや、いいよ。いや、片方だとバランスが取れないから、それ、うん、ワンプッシュ、うん、ワンプッシュ。いや、もうびっちゃびちゃだけど。あとマジックで手に書いてるあるの取れてるよ。あ、いらない。いや、ていうかマジックで手になんでいっぱい書いてあるの。今日喋れないと思ったから OKNG とか。ああ、手に書いてあるイエスノーとかね。何のワーとか。もうびちゃびちゃになってるけど。ほんとだ、うん、あ、じゃあつけなきゃ、ベッドに、うん、なんて書いてある。読んで。マユミ。マユミ。はい、爪がな、爪短ければな、もっと力入れる。指の腹で頑張ってんだけどな。もうワンプッシュ。おう、
な、なに？なんか、うん、なんて書いてあるの？いや、うん、コメントに笑った、いいです。ね、指にもつわるでしょ。あー、爪、スクエアオフにしたのがまずかった、うん、全然アルコール飛ばないけどもう一回シャワー浴びっか、うん、びっちゃびちゃだけど、ごめん、アルコールで飛ぶ、乳化して大丈夫だと思ったらアルコールがびちゃびちゃだけど、アルコールで飛ぶはずがね、オイルが多かったらしい。え、コメントで笑ってたの？何笑ってたの？いや、別にコメントじゃないけど、なんか面白くて。面白いの？こっち真剣なんだけど。勝ってほしいから真剣なんだけど。すげえ真剣なんだけど。ただやっぱね、いつものね、いつも自分の部屋で実質でサロンやってんじゃん。だからストロークは違うわけよ。ストローク？場所、向かい合ってる高さとか、広さとか横幅とかが違うから、うまく力が入んないんだよ、本当だったらね、うお気持ちいいっていうのを期待してたの。俺も期待してたが、なんかそれがでしょって言いたかったのに、高さも低すぎたり高すぎたりするから、中間が取れないんだよ。だから枕下にあって膝まずけばちょうどいいかもしれないけど、今クッション気持ちいいでしょ。マッサージ屋行こう。うん、クッション、じゃあ一回切って、移動すっか。そうだね、はあ、じゃあ風呂入る。はい、ごめんね。お、いや、なんかあんま役に立たなかった。ちょっとじゃあ風呂入ってくるわ俺。そう、びっちゃびちゃだから、びっちゃびちゃのベッドベッド、びっちゃびちゃだから、ちょ、風呂入ってきていいですか、リスナーさん。いい？風呂入ってきて。はい、風呂入ってきます。ごめんね、なんか。いいよいいよ。はい、みっちゃんやん、みっちゃん、みっちゃん、みっちゃんって誰？フラッチのみっちゃん？私まゆみだけど、まゆ
みが知っとるりっちゃんって誰だ。みっちゃん、いっちゃん、み、まみむめ、あ、みっちゃんね、清水みちこって言ったら間違ったって言ったみっちゃんね。うん、あ、でもね、あの疲れを取るため の、お疲れだからちょっと2週間だけいればっていう入院だから、任意の入院だから大丈夫だよ。あー大丈夫大丈夫、あーありがとう。あ、私まだねグループラインのやり方が分かんなくって、で今日すごい忙しくて、嘘、今日ねマジで忙しくって見れないんだわ。うん、今外出中でさ、バッタバタで。みんなは怒ってる？え、私のリスナーさんが怒ってるってこと？違う、みっちゃんが怒ってるってこと？あ、あいつシカトしてんじゃねえかみたいな。あー、うん、ごめんごめん、グループ、あ、とにかくグループ、彼女はおばちゃんだからグループラインってものを初めて見たから、どうやって書いていいか分からなくて困ってるって、あの安心して元気だよって伝えて。あ、ほんと夜になっちゃう。あ、ほんとに、そっかそっか、いやなんか申し訳ないね、なんかね。スクショくれ、スクショ。あ、別に怪我したわけじゃないからね、怪我したわけじゃないから何でもないんだよ。だから言葉で心配かけるようなことを言っちゃった。うん、あー、ありがとう。あー、そっかそっか、なるほどね。なるほどなるほど、そっかそっか、ごめんな、なんか、あ、本当に、うん、ありがとう。これ借りてたよ。うん。ここにね、ありがとう。ありがとう。うん。あ、ごめんね。なんかね、今ね、ちょっとバタついてて、話が聞き取りづらいんだわ。だからとにかく私は、あ、うん、安全であって、安全であってって言ったらいいな。うん、みっちゃんだけに、グループラインじゃなくて、みっちゃんだけに送ればいいの？あー、またやり方がわからん。にゃ、追加しとる人。あ、もしよかったらフォローお願いします。追加しとる人。捨て頃に出るんでよろしくお願いします。追加しとる人。あー、追加しとる人誰だよ。腹減ったな。あ、マニキュアどうする？あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。あ、オッケー。うん。今日時間ないでしょ。え、かなりおこなの？あー。うん、そう、説明お願い。私もね、うまい説明が浮かばんの。はいはい。そう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 。お疲れっすー。電波がね、悪くてね、
プスプスいってる。ワンダさん、何したいの？え、何よ。え、猫。え、名前入れといた方がいい。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、切られた。ん？私が入院するっていうキャスじゃなくて配信、うん、したら心配してくれちゃって、リスナーさんが？そう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 。で、たった2週間の入院で、まあ、疲れを取るための、うん、まあこれ以上上がらないようにっていうのも意味合いもあるんだけど、上がらない、うん、あの気分が高揚しすぎない、うん、そう状態にならないための入院ではあるんだけど、うん、でもたった2週間いるだけなのね、うん、え、これ持ちながらあれして、ああ大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと、え、今ちょっと荷物があれだから、うん、これ私はエプロンに入れてればいいんだ、そうだね、これ後で渡す、エプロンして街歩いてる人ってどうなんだろう、うん、フォローありがとう、フォローありがとう、バガーありがとう、アイテムありがとう、アイテムありがとう、ありがとう、キーさん。アバーガーありがとうね、チャッキーさん。うん。ありがとう、フォロー。誰だろう。え、じゃあ、劇団解放は？いや、マークは切らないけど、うん、うん、よいしょ、うわ、うん、風汗ありがとう、はいどうもお疲れっす、ありがとう、あ、そうだ、うん、ステッカー10枚買ったじゃん、うん、だからサインを10枚かけとは言わない、うん、サイン、俺のサインでいいの、そうそう、俺サインなんかないよ別に、いやだから、うん、実質でいいんだって、あ、いいよ、で今度は呼び捨てで前に、あれ違うよ、あれではステッカーに書いてるんだよみんな、ステッカーに書かなくていいの、どっちがいいの、いいよ別に両方がいい、うん、なんて書けばいい、まゆみへ、ひらがなでいいの、まゆみは、うん、ひらがなでいい、猫の手帳なの、100均これでいいの、イエス、これ日付は今日の、あ、今日の日付入れる、2000何年だっけ、2017年、うん、うん、6月7日、はい、これでいい、セッキュ、うん、はい、で、そっちは解放かっこ眉毛、うん、どの辺に書けばいいのこれ、うん、好きな感じでいい、うん、イメージ好きな感じで、あーでも声出るようになった、私失語症になったかと思ったんだけど、ありがとう、うん、これでいいの、うん、うん、はい、はい、あ、なんか、うん、なんか今日マッサージの感想、マッサージありがとうとか、うん、うん、
ありがとう、解放。Thank you.、うん、ありがとう。じゃあ行こうか。あ、日付。ごめんね、すごくて。うん。6月の7。7。はい。置いとくね。ありがとう。うん、とんでもない。うん。ごめんね、なんかあんま役に立たないで。おー、全然全然、ありがとう。申し訳ない。うん、もっとね、うん、もっとできる子なんだけどな、私。あれじゃん、場所が悪かったんじゃないの。確かにね。だから普段と違う、あれでしょ。ベッドで真横で、うん、真横でっていうか、壁にくっついてんじゃん、まず、うん、ね、体重のかけ方とか違うんでしょ、普段と。違う違う、うん、全然違う、うん、し、ふっかふかすぎて、うんうん、ふっかふかはありがたいんだけど、私は沈んじゃう、うん、重さで。おう、よし、うん、もう私も外にメイクで行くから、うん、旅慣れテーラーで。え？チップ地獄。あ、いいよいいよ。はじゃあ渡しとくわ。あ、いい、いらない、いらない、大丈夫、大丈夫、荷物買うから。うん、あれか、うん、大丈夫だよ、ありがとう。オッケー、うん、真っ白な姿、みんなに見せてあげたかったのにな。うん、繋いでんの。いや、繋いでるよ、配信は。だって俺、これで飯食ってんの。うん、いや、なんか、こんな、閉まってるのだけにしてもあれなのかな。うん、それさえも、放送なんだ。うん、ドキュメンタリー。ああ、ザ・ドキュメンタリーだ。そう、いつも探していた、じゃらららららら。東川もね、オフィスオーガスタで、畑元博と同じ事務所だよ。あ、そうなんだ。うん、オーキャンって言ってオーガスタキャンプっていうのがあるんだけど、それ私行ったことある。うん、よしとして、あと5分さ、身支度させてもらっていいの。いいよ、いいよ。今何時？今5時半。ちょうどいいんじゃない？で、何時に入ったんだっけ？ 3 時。9時まで。あー。じゃあ私戻ってきてちょっとゆっくり。このままチェックアウトしないで。外出って形にする？そうしよう、うん。だってもったいないじゃん。せっかく本当は。うん。いられんだもん。9時までね。ねえ。うん。もったいないよ。うん、まあそれは任せるけど、俺は帰っちゃうよ。いいよいいよ。うん、ああ、これでも忘れてた。ああ、タバコ忘れてきた。タバコ後で買おうか。タバコねえや。タバコ買うよ。うん。私も。うん。タバコ命だよね。タバコは癒しだね。命綱だね。うん、さっきの茶色いビニールどこやったんだっけな。
そう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 、腰ポケットがすごい便利な。これね、ここの腰のベルトのポケットがここにあるのよ。これがほんと命ですな。ほんと便利。私も大丈夫なの、あ、ごめんね、場所言いたいんだけどね、なんか場所言うと損なことしかないから配信では。うん、あ、フォローありがとう。いや、タバコの切れた俺は。あ、全くない、ゼロ。全くゼロ。あ、ある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 。一本もらっていい？全然いい。ハイライト瞑想でじゃ大丈夫？うん。全然ハイライトでいい。ある？ある？一本つあったー。あった。よかったー。うん。最近デビューしたふわっちの配信さん、解放。和道ギャルズのルーキー、解放です。よろしくお願いします。解放で検索したら出てくるのかな。わかんない。仕事はあって、解放ネイリストで、ネイリストメイクアップアーティスト、メイクアップアーティストです。うん、趣味で写真やイラストやってて、個展を開いてます。個展って結構お金かかるんじゃないの？ひらがなで解放、市のやつ使うから、うん、駅から出て、うん、30秒の場所で、ピカピカの場所で、うん、安い。だからいわゆる川越でほら練習するのにリングって高いんじゃないですかって言ったら、安いとこだよって言ったでしょ。うん、あれと同じ感じ。うーん、あ、ツイッターもフォローありがとうございます。あ、花火も2発上がってる、ありがとう。ありがとう。怒ってない？怒じゃないファン。全然怒ってないよ。ああ、よかった。うん。なんかほら、勘違いしてる人がいたからさ。うん。うん、全然怒ってないよね、みんなね。全然怒ってない。なんだかんだ2時間ぐらいかかったね。あ、本当に、うん、もう2時間経ってる。2時間やったら私すごい頑張ったよ。うん、ありがとう。いえいえ、うん、いや、でもあんまりお役に立てなくて、うん、これからドプロの、うん、ドエロじゃなくてドプロのマッサージ師、整体師にもみもみされてきて。あ、豆ができてるね、足。そう、だからそこが痛かった。潰れてるんだ。そう、はいはいはい。それをやったら痛い痛いって、はいはいはい、最後に、あ、皮ずるむけた、大丈夫。うん、ズル向けだ。ズル向けなの？うん、うん、うん。いや、火星方形だけど。火星でも平気だもんね。うん。うん、痩せてる時の写真ないの？だって。昔の。あー、うん。腕に巻いてるのは、ちょっと待って、順番にね。これ腕に巻いてるリストバンドは、これは、アメリカンスピリットのペットボトルホルダーです。うん、アメリカンスピリットのペットボトルホルダーを巻いてます。うん、ありがとう。痩せる時の写真見たいだって。猫の写真の最後にあるかな。うん、あ、じゃあこれ虹郎さん。痩せてないよ全然。ウーアと、うん、村上虹郎の息子。え、ウーアの子供なの？ウーアの子供。いいの？見せて。見せていいの？いやいやいや、バンになるの嫌だからやめとこう。本当？イケメンだね。だって今 CM から映画から引っ張りだこだよ、虹郎さん。へえ。あ、ない。ない。猫見せて。あ、ね、猫はいいよ。猫いい。うん、猫いい。うん。いいな。血行良くなったのかな。痛えな、左腕。痒いってことは血行が良くなったから。うん。それ左腕がめ、腕なんか肘が痛い。肘？うん。肘はできないね。うん。じゃあ、劇団解放、こっちの綺麗なベッドでちょっとやろう。あ、いいよいいよ、行こう。もう時間ないでしょ。私は時間あるよ。え、だって6時待ち合わせでしょ。あ、だからさっきマリに電話して何時でもいいって言われた。うん、じゃあ行こうか。そしたら最高の癒しをこっちで。
最高の癒し。うん、背中と背中をくっつけて。え、何それ。ちょっと説明がよくわかんないんだけど。だからこうするの。私が後ろになって、普通男が抱き、後ろに男が来て。え、どういうこと？腕枕じゃなくて、ここにワドがいるの、うん。俺はいるだけでいいの？そう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 。うん、で、パワーを与えるので、これ持ってもらうの。うん。石からじわじわ来てるんだけど。何が？石からじわじわ来てんだけど。何が来てんの？ストーン。エッグストーンからじわじわ来てんだけど、やばい。いや、だから何が来てるの？エッグストーンに、だから力が入ってるっつうの。勝つ力が。エッグストーンに来てるわ。わかる手で。両手で持ってるから、普通片手に1個しか持たないんだけど、1個しか持たないで両手で包むように持つんだけど、今両手で持ってるからすごい。だから両方の力がすごい。だから電波が悪くなるのもわかる。電波めちゃめちゃいいけど今。あら。うん。すっきりしたからかな、ちょっとは。うん。あとはみんなの不安が解けたからかもしれない。エッグストーン来てるわ。これは来てるわ。よかったよかった。肘痛えな。整体で肘は治んないのかな。外科？外科？皮膚科？いや、じゃあマッサージの後に痛くなったんだよ。え、マジか。ごめんね。じゃあ行こうか。じゃあここ。いや、大丈夫だよ。もう。いや、大丈夫じゃなくて、私が大丈夫じゃなくなったから。エッグストーンとりあえず持って、ここ寝て。いや、大丈夫だよ。いや、大丈夫はないの。大丈夫はないから、とりあえずここ寝て。いや、ワドが映るように寝て。いや、意味わかる？いや、わかんない。全然。だから、ワドが映るように寝て、このエッグストーンを持って、それは何なの？何の儀式なの？それは。儀式っていうか、それ何のためにやるのかとかわかんないと。マッサージの最後にさ、トン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 って肩叩いて、なんでって、はい、終わりですっていうやつあるでしょ。それと同じ。意味わかんないかな。パワー与えるために、最後の儀式。疲れた。この前でもステッカー20枚買ってくれるって言ってなかった？20枚さすがに無理だった。無理だった。うん。10枚か限界。でも聞いてないもん、そんな、添い寝は。1分でいいから。いや、だってほら、恋愛になったら困るから。いや、なんない。なるわけないよ。でしょ？だから、ほら、添い寝フレンドは良くないよ、やっぱり、ソフレは。なんないってば。だって、ほら、ファンがいるから、解放には。私にはいない。俺だって、アンチが来たら嫌だもん、解放の。解放、ほら、好きな人いっぱいいるんでしょ？だって今、リスナーさんから告白何人からされてんの？ 3、4人。3、4人の男性リスナーに好きって言われてんでしょ？うん。で、俺その人たちアンチにしたくないもん。多分ね、放送、和藤さんの放送は見てないと思う。いや、見てるでしょ。絶対。いや、だって私、今日一回も、ふわっち入ってないもん。いやいや、だけど、いや、残るから、記録に。YouTube にも俺、仕事だからあげるし。で、解放のファンを大事にしてほしいの、俺は。伸び。ベッド、ホテルのベッドってこんなふかふかだったんだ。ねえ。てか、彼氏とのエッチって彼の家だから、生命布団のも、
うん、だから、あ、バトルギャルズ怒ってる、添い寝の話したら。いや、だから、解放にもファンがいるから。あー、落っこちる、落っこちる。高須クリニック。上のクリニック。上のクリニック。うん。上のクリニックはあれだ、整形だ。間違った。うん、うん、うん。だから、ほら、配信者の大手になりたいんでしょ、解放は。うん。ふわっちで大手になりたいんでしょ。うん。ライブ。あー、痛い。上のクリニックの真似したら怒っちゃった。うん。あの、解放は大手になりたいし、ね。解放は大手になるし、あの、来年の捨て頃出たいんでしょ？大手になって。出たい。でしょ？出たい。うん。だから、ファンを大事にしないとダメだよ。ファンを大事？そう。だから、ファンと添い寝企画とかやればいいじゃん。ああ、じゃあ、これでいいや、これで。いや、だから、ファンのパワーがわかるって言えば、うんうん、ファンを、うん、ファンをね、大事にしていかないとダメだと思うの。これこれ。ファンを、うん、ファンをね、ファン、だから、解放のことが好きなファン。とりあえずこれを持ってみる。うん、これを、だから、ね、あ、胃が痛い、いや、いい、大丈夫。あの、ね、解放、まあ、自分のファンを大事にしないといけないわけよ。自分のファンを大事に。うん。わかる？うん。自分にはファンがいるんでしょ？ちょっといるね。で、いるでしょ？その人たちを敵に回す行為は良くないよ。配信者として。あー。でしょ？うん、そうだね。だって有名になってこれから頑張っていきたいって言ってたじゃん。大手になるって言ってたじゃん。うん。うん。だから、俺は、解放のファンの人を俺敵に回したくないし、あ、うん、むしろ一緒に応援するみたいな、ね、そう。いや、和道友達で仲いいし面白いよって言われたいから、和道と解放のコラボは。で、やっぱり解放のことが好きな人もいるわけよ。うん。わかる？元彼とか、まあリスナーさんで、ほら、解放と付き合いたいって言ってる人がいるわけでしょ？うん。ね？だから、それは一線を越えたらダメだと思うの、俺は。え、そういう、ソフレって一線なの？いや、だから誤解する人もいるから、添い寝ってお前、なんだよ、俺には添い寝しないのにってなるでしょ？なるほど、なるほど。うんうん。だからほら、誤解を与える行為って良くないから、何やってんの？すご。何？痛くない？痛い？うん、まあ、痛くはないけど。あ、じゃあ大丈夫。電極、電気ショック受けたことあるの、うん、なんで一周俺のこめかみやってんの？いや、パワー。うん。あ、いいよ、喋ってて。うん。だから、うん、いや、だから、そういう添い寝とかは、配信でダメだと思うよ。うん、そういう風に、ファンを、こう、裏切る行為は。ファンを、私、ファンを裏切ってんの？マッサージ時点で裏切ってんのかな？いや、マッサージはほら、和道の今回の捨て頃の企画を応援しようってことだから、うん、あ、解放優しいじゃんってなったと思うの。あ、そう。和道を、こう、癒してくれてありがとうみたいになるじゃん。あ、わかる？うん。わかるだよね。うん。だけど、わかるよ。わかるでしょ、うん、だけど、それで添い寝しようってなったら誤解する人がいるんだよ。あー。うん。そっかそっか。そう。そっかそっか。うん。わかる？うん、なんかちょっとわかってきた。わかってきた？で、今度は私が持ってたの持ってみる。うん、わかった。あ、熱いね。ね、ビリビリするでしょ。うん、ビリビリはしない。まあ、うん。ビリついてるでしょ。うん。うん、ビリケンでしょ。うんうんうん、ビリケン見てたら安心してね。ビリケンって人が私のことを好きで、あの30万出すって言ってる人、うん、で、あの昨日挨拶に、いや、ビリケンさん来たよ、俺の放送。だからビリケンさんに怒られたくないし、あー、そっか、うん、俺ビリケンさんと別にリスナーさんとやっていきたいから、うん、うん、あ、ビリケンさん来てたんだ、うん、まあ、ビリケンって呼び捨てなんだけど、うん、そう、うん。でもビリケンさんとお付き合いするんでしょ？え、でもね、私、お友達期間3ヶ月は必要なんだよ。うん。でも、結婚前提に付き合っていくんでしょ？ビリケン。いやー、でもそれは食が合うかとか、食べ物の味覚が合うかとか、趣味が合うかとか、うん、いろんな中意味で、うん、本当に合うなと思って、うん、やっと、付き合ってくださいって言われて、うんうん、
はいっていうのは3ヶ月後以降、うん、3ヶ月から6ヶ月後以降、うん、じゃないとダメだよって言って、それでいいよって言ってくれてる、うんうん、だからビリケンさんと俺は応援してるから、解放のこと。おお、うん、でも元彼もさっきシャワー浴びてる時に電話あったし、うん、元彼なんて言ってたの？なんかだから体重、まゆみの身長163で、うん、一番ベストの体重は 48.666666666 キロだから、うんうんうん、それに近づけるといいと思うよって。だから元彼は痩せてほしい、うんうん、でその30万の人は私が痩せたいんだったら、うん、今のまゆみでいいんだけど、うん、支援するよって、うんうんうん、30万支援するよって言ってくれて、うんうん、下着も可愛いの買いに行こう、化粧品もまゆみの欲しいの買いに行こうって言ってくれて、うんうん、一回落ち着こう、解放一回落ち着く、あの発声トレーニング、発声トレーニングやろ。はい、はい、せーの。じゃあそこでそこでいいよ、座ってていいよ。待って、ちょっと水分取らないとダメだ。うん、ちょっと落ち着こう一旦。うん、うん、ありがとう、石。これ最後に渡すからね。あ、いらない、うん、うん、はい、座って。待って、水分、うん、うん、まあ、うん、じゃあ1分間ね。いくよ。うん。今日私喉の調子悪いはず。うんうん、あ、うん、ちょっとあんた。ん？これ見なさいよ。何？指圧マッサージこの部屋で呼べるわよ。呼べるじゃん。指圧マッサージ呼べるじゃん。あ、今ね、近くいたらバンってやっちゃってた。うん。うんうん、これよ、これ。40分4700円だ。安いじゃん、ここ、ね、ここアパよりいいじゃん、アパより、うん、全然いいじゃん。ここにしよう、針は、ね、針は俺いいわ、うん、あ、これにしよう、うん、これにしましょう、じゃあ、うん、予約、うん、どうすればいい。でももう着替えちゃったからいいよ、俺帰るよ。いや、今日はもったいない、もったいない。いいよ、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 今日は帰るから。今日、腹減ったし、ちょっと待って待って、一回、うん、一回いいよ。うん。まあ、とりあえず落ち着こう。とりあえず発声練習しよう。そこでいいよ、そこ座って。そこでいい。奥、そこ。うん、発声練習して終わりにしよう。はい、行くよ。はい、1分間ね。俺数えてるから。うん。自分のテンポで始めて、俺秒数数えるからね。じゃあ、ワードをウーでやる？ワードをウーでやろう。落ち着こう。うん。うん。はい。あの劇団の頃思い出したね。はい。うん。そしたらやっぱ立たないと声出ないんだよ。ああ、大丈夫大丈夫。座ってリラックスしてやろう。うん、分かった、うん。ちゃんと座ろう。はい、ほダメそれ。うん。そう、ちゃんと座って。お行儀悪い。そう。お行儀悪い。うん、そう、その姿勢でやろう。せーの。マジ風邪ひいてんだけどな、私。大丈夫、喉のコンディション最悪。大丈夫大丈夫。わー31秒。あー、でも伸びた。うん、うん、だいぶ良くなってる。もう1分行こう。もう1分行こう。あの頃のように。うん。よし。いいよ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 。今日は調子いいよ。今日は調子いい。今日は調子いい。この前18秒だったもんね。ねえ、ねえ、倍近くいってる。いけるよ、今日は。今日はいける。今日はいける。おし、今日はいける。今日は行こう。今日は行こう。うん。どーん。22秒だね。ちょっと、うん、ちょっとね。うん、20、いや、30秒言ってたから。今回22秒だから。
最後ね。いや、ダメだよ、こっちは。背中、リスナーさんに背中向けるなんて、最低な行為だから。うん。最後行こう。最後ね。最後、25秒。ゆっくり、落ち着いて。いや、ダメダメ、1分狙ってかないと。1分？だって1分できるって言ってたんだから。できてたよ、中学。15歳の時できてたよ。うん、だから15歳に戻ろう。行こう。戻れないよ。メンヘラクソババアだから戻れないよ。うん。一緒にやるから、俺も。本当？うん、一緒にやろう。じゃあ、俺も追いかけるから。うん。うん、タイミング自分でいい？いいよ。22秒だね、やっぱり。22か。じゃあ行こうか。よし。よかったよかった。あれ、さっきの飲み物入れてたビニールって。わかんない。捨てちゃったんじゃないの？そう。うん、帰ろう。え、じゃあマッサージ受けに行くんでしょ？うん。場所知ってんでしょ？うん、まあ、歩いてれば、歩いてればあると思う。うん。いや、解放は俺に恋愛感情とかないから、うん、ねえ、解放ないない、ねえ、言ってたもんね。私が振ります。うん、そう、俺とは絶対付き合わない、タイプじゃないって言ってたもん。タイプじゃないんでしょ。ヒゲは、うん、ヒゲとメガネはいいんだけど、うん、それ以外がダメでしょ。セラってるから、うん、だから俺らはそういう関係じゃないから。ヘラリが治れば考えてもいいぐらいかな。うん、これメンヘラだからね。メンヘラズだね。だからリスなんか誤解してるんだよね、なんかね。なんだろうね、なんでだろうね。なんでだろうね。ただのおばちゃんなのに。うん。ね、解放は可愛いしさ、ね、好きな人いっぱいいるから。またまた。ね。うん。またまた。あれでしょ、60分マッサージを90分マッサージに支援してもらいたいから言ってんでしょ。もういい、全然。あ、うん、これがなんで入んないんだろうな。これアスペ。Tシャツが濡れる。配信者だからね、言っとくけど。ふわっちで、初めて1週間のひらがなで解放宣伝しなよ。コメント打てば、コメント打ったらフォローしてもらえるよ、今だったら。コメント打つ、うん、コメント打つな、今俺の放送で解放ですって。今だって600人見てるから、600人がフォローしてくれるよ。マジで？うん。コメント打つ、解放です、よろしくお願いします。そう、そしたらフォローしてもらえるから。あ、そうなんだ。うん、そういうルールも全然知らない。そうそう、あんまりだからコラボの時とか宣伝していいよって言われて初めて、うん、配信者の解放ですっていうのは嫌われないから。だから そのリスナーでいる時に私の放送来てとかはもう一発ブロックされる。はー、うん、だからいろんなルールがある。ルールっていうか、ほら、嫌われないようにするために、うん、うん、エチケットね。エチケット、そう、うん、エチケット。ありがとうね、俺捨て頃前にこんなによくしてくれて。ん？あの、ね、あの、ほら、大会勝つようにって応援してくれてありがとうね。いい、うん、こんなにお役に立てずに申し訳ない、うん、ほら、みんなフォローしたいって、早くしてって、うんうん、早打てって怒られてるよ。ほら、早く米打てやってみんな待ってるよ。だからこういうところよ、うん、ふわっちのアプリを開いてワッチのアプリを開いて、うん、ほんと美人だな。ウェウェ、まあいいや、ごめんね、心の声が喉を立ってないよね、タクは。みんな
心配してる。和道と会ってないよねってメール来てるよ。うん、心配してる。心配してるっつうか、怒られてんじゃん。和道と会ってないよねって言われてるよ。どうしよう、なんて言えばいいの。会ってない。まあまあ、俺知らないけど、そんなの。うん、今日知り合ったばっかだから、で、心配してくれてるから。うん、あ、ツイッター開いちゃう。ツイッターじゃない。うん。ふわっちふわっち。ふわっちの黄色い方は青い方？黄色い方。黄色い方が見る方だから。あ、そう、はい、それを開いて、はい、多分1位なの、俺今。あ、うん、あら、うん。多分ね。わかんない。うなちゃんマンとかやってたら1位違うけど、だから一番上に、ね、あれ？桃7、1位じゃねえか。2番目これ。あ、これクリックする。だから、一緒に映った方がいいよって言ったの、最初に。なるほど。わかった、だんだん。なるほど。で、ここでコメント打つの。解放ですって。あ、音を消して。音消して。ミュートのやり方。あ、ミュートじゃなくて。うん、それで OK。で、コメント打つ。あれ？ログインしないと。ごめんね、ワドギャルズの皆さん。全然、私好きな人いるから、ただね、またね、こいつに勝ってほしいからなのよ。いや、早くコメント打たないと怒られるよ。いっぱいいっぱい言ってる。うん。パスワード忘れた、うん、じゃあいいや、うん、じゃあ行こう、うん、音消してだってみんな反対だ、うんあ、メモは必要だ。あ、いいよいいよ、もう今日やめとこうじゃ、もう待てないから、うん、リスナーさんも。あ、ごめんごめん、うん、なんかね、私まだふわっち始めて1週間ちょい、まだ10日未満で、ちょっと待って、いいよ。私ね、うん、ふわっち始めて1週間以上10日未満で、うん、うん、みんながなんか応援してくれてる、フォローしたいって言ってくれてるのを、すごく嬉しいと思ってるんだけど、操作がわからないの。うん、だから、後でゆっくり操作して、操作してって言っていいのかな。うん、操作を覚えて、みんなに好きになってもらいたいです。うんうん、以上です。うん、じゃあ、ひらがなで解放ですって。いや、ひらがなで解放、かっこどんこにし、あ、だ、解放キャラウェイ。とにかく解放、ひらがなで解放で調べてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。じゃあ、解放さんとのコラボでした。皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。あざした。お疲れ様です。あざした。お疲れ様です。アイテムたくさんありがとうね、みんな。フォローもありがとう。捨て頃頑張ります。捨て頃よろしくお願いします。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。